三重東松尾寺は奈良県大和郡山市にある真言集大御派の別格本山の寺院。三号は松尾山、または札楽山。本尊は千手観音。会期は舎利神能と伝える。日本最古の薬除け寺と称され、2月3月の初馬の日の縁日には多くの参詣者で賑わう。境内にはバラ園があり、 バラの名所としても知られる。なお、寺名は、松のお寺、松のおさんなどとも呼ばれる。境内には、湧き水もある。八田丘陵の南端近くにある、松尾山の中原に位置する山寺である。慶長十一年成立の、薬上官の御来行き、遠方四年成立の、松尾寺演技等によると、当時は、天武天皇の御子、舎利神皇が、 養老2年に42歳の役年であったためにその役除けと日本初期編纂の完成を祈願して混流したと伝わる。なお、松尾寺の北方の八田丘陵に位置する東明寺も舎利親王の会帰と伝える。俗日本期延暦元年7月21日上には松尾山寺の御子鏡という当時101歳の僧についての言及がある。また、 松尾山の山頂近くに位置する、陳寿社の松尾山の神社境台からは、奈良時代に遡る古河原や、建物跡が検出されており、当時が奈良時代の創建であることは、間違いないと思われる。中世以降は、幸福寺一条院の支配下に属するとともに、法隆寺の別院とも称された。現存する本堂は、建寺3年に焼失した後、建武4年に再建されたものであり、 本尊の千寿観論立像は、鎌倉時代の作である。なお、本堂の解体修理中の1953年、屋根裏から焼損した仏像の残血が発見され、これは、建治3年の火災以前に祀られていた、旧本尊像ではないかと推定されている。松尾寺は、室町時代以降は、修験道登山派の拠点としても栄えた。登山派とは、 吉野の金婦山を主な修行の場とし、醍醐寺美本院を本山とする新言集計の修言道で、正五院門関を本山とする天台集計の本山派に対する故障である。東山派では山伏の最高位である聖大選抜を中心として、聖大選抜衆という組織を構成したが、松尾寺には東山派聖大選抜衆に関わる多くの古文書が残されている。 江戸時代には、ご水のお天皇が、自物の女意輪、観音像を当時に貸ししている。本堂釈迦八大菩薩像。ありがとうございます。